今日はですね、白身のお刺身を、当店のロングセラーのだし醤油うま口、こちらですね、こちらで、より美味しく召し上がれる方法を皆様に、ご提案したいと思います。白身のお刺身というと淡白で、味が単調になりがちという声をよく聞きますが、実はある一工夫で、ちょっとしたバリエーションが豊富になる、レパートリーが広がるお刺身に変わるんですね。ご用意しましたのは、ヒラメですね。こちらは沼の内で水揚げされたヒラメで、今日撮影当日にですね、平野丸仙さん、老舗の酒屋さんですね、私の同級生の鈴木康弘君が後を継いで、やっている魚屋さんです。丸仙さんによりますと、このヒラメは、一本釣りされたヒラメのようですね。一本釣りされたヒラメというのは、身が傷んでないので新鮮で、身も厚くて、より美味しいそうです。いわゆる常磐ものですね、常磐もの、この地の魚、ぜひ皆さんのそういった、背景もですね、魚屋さんに行くといろんなことを教えてくださいますので、ぜひ魚屋さんで、常磐もの、お買い求めいただきたいと思います。まずはうま口をですね、さらに取り分けます。口ですね、はい、はい、でここにですね、ご自宅にあるオリーブオイル、はい、ヒラメをつけるんですが、つけて、片側だいたい10秒ぐらい置いてみてください、はい、でさらに10秒ほど経ちましたら反対側にも10秒、片側10秒、もう片側10秒、つけていただいて召し上がってみてください。純和風のお刺身がフレンチの味わいに変わっているかと思います。4、5年前になりますかね、福島県産品振興課のイベントで、知り合った、都内在住のフランス人のシェフが、この食べ方を絶賛してくださったんですね。彼の表現によると、まるでオリーブオイルの輪の中から、醤油がポッと顔を出す、とてもこれはいいよ、ぜひお客さんに勧めるべきだよって教えて、背中を押してくださいまして、本場のシェフに、お墨付きをいただいたということで、私も自信を持って皆様に、提案させていただいております。